さっきの影狼は何だったんだ。誰もいない。でもなんかヤバい感じがする。モンストスタート。きっと番人が近くにいる。番人？エナジーポイントに引き寄せられるモンスターならここにとどまりはしない。エナジーポイントにはそれを守るモンスターがいるんだよ。ですが、その番人って方の姿も見えませんね。かげろう。来たな、横島な者が。お出ましか、レン。全に逃げ場なしか。龍馬！ワルプルギス！ワルプルギス！ナポレオン！はあ！オッケー！カムイ！下がれ。みんなをミロクが守る。行けミロク。すごい。ミロクの力はまだまだあんなものじゃないよ。影狼のごとく我が弓にて滅せよ。このままじゃ全滅である。何とかするである。きっと何か方法があるはずだ。でもレン君、あれだけの数を相手に一体どうやって。いかに万人といえども無敵じゃない。あの無数のコピーたちをコントロールしている本体が必ずいるはずだ。あいつ、レン、どうしたのです？あいつだ。あいつだけダメージが残ってる。コピーはダメージを食らったら消えてしまったのに。本当だ、リアル。ミナミ、デッドラビッツであいつを攻撃するんだ。ポイズンさん、ストライクショット、キャンプ飛びデバイス、オーそんなこれが神羅万象の得意点。マジか。レン、かたじけない。いいんだ、リョーマ、いけるな。もちろんぜよ。お前の底力を見せてやれ。
無数の分身、揺らめく大気、逃げ水。奴の正体はカゲロウの神格、マリシテ。ミロク、どうすればいいと思う？珍しいですね、戦いで意見を求めるとは。ま、プランの前にリサーチありって感じ。プランを必要としてるのは僕じゃないよね。あの分身たちはいわばカゲロウ。ダメージを負えば消滅するただのコピーに過ぎない。奴らに一度ダメージを与えられればカゲロウはその姿を保てなくなり、分身は残らず消えるはずだ。いっぺんにダメージを与える？そんな、一体どうやって？そういうことなら、この私ができるんですか？ま、賭けだけど、マナがいればね。やりましょう。スクールハウス、いっけー、マルプレギ。あたしのサバトへようこそ。あいつだ、リョーマ。オーロ、ここの地下に眠っている本当にヤバいやつはこれなんだよ。これが？そう、封印石。こいつが放すパワーを封印しなきゃいけない。見なくてもいいよ、特にガールズはね。社長！マダラメさん！これでいい？大丈夫ですか？ああ、ありがとう。ちょっとは慣れてきたよ。これでもう3回目だからな。3回もこんなこと？そんなものを体に取り入れるなんて普通はできるもんじゃない。だがこうすればこの場所の力は収まって、モンスターは寄りつかなくなる。リスクを取らなきゃ平和は訪れないんだ。それにこれは僕がすべきこと、運命なんだよ。どういうことですか？僕の余命はあと少しなんだ。現代の医学では、最先端の研究でも治療法が解明できていない難病でね。ま、今はもうアグリーしてるんだ。最初からそうだったわけじゃないよ。手は尽くしたから。じゃあ行こうか。マダラミさん、俺も、俺にできること手伝いますから。じゃあ。ああ、期待してるよ。ああ、今回も来たな。よかったわ。相変わらず達者ですね、あの魔女にまで信じ込ませるとは。別に今に始まったことじゃないっしょ。そもそも嘘ばっかだし。エナジーポイントにモンスターが呼び寄せられるというのも嘘。呼び寄せてるの君だしね。ま、全ては目的のためだ。この世界を変えるというね。変わらず、たまに迷ってさ、迷い歩いて。
回のモンストアニメは、占い師の困惑？エナジーポイントはどこに？何その盛り上がり。すっごい当たる占い師にエナジーポイントの場所占ってもらおう。私も占ってほしいです。え、しかもリョーマたちまで。